何のためにだ。何のためにお前は戦う。私はレナ、あなたはダナ。ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても、助ける理由はないはずよ。あなた、痛みを感じないの？痛みも顔も記憶もない。俺は自分の過去を覚えていないんだ。痛みを感じない男と触れると痛い女か。違う、こんな呪いが私の能力のものか。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。自由に生きるためだ。終わらせましょう。二人がかりの方が確実よ。諦めない限り終わらない。だからもっと信じて頼ってほしい。死ぬまでに一人、そう思って。今もか。出会わなければよかった。こんな思いをするくらいなら。よし、行こうか。なんでこんなところに。何？ああ。さて。わかった。先を急ぐわよ。
ここは戦う。どきなさい。さらに撃ち終わりよ。どういうことだ。ないから炎よ。炎よ。一応流水の下に守りに勝てない。トップ号逆転。頼む。これは価値があると思うわ。早速変えようかしら。一休みしないか。私もフルルも絶好調。子供早く寝ろよ。今にも寝そうな子供は誰よ。できたぞ。味も香りも極上の刺激だ。ねえ、この煙何？敵の襲撃？ああ、目は痛いし、喉が焼けつく感じがする。なんだ？ガスかもしれないわね。あまり煙を吸わないようにした方がいいわ。ガスだと？卑劣な。いや、料理ではないか。どこの世界に煙だけで喉を焼く料理があると言うんです。だがアルフェンが。敵の狙いはアルフェンなの？なんだと。くそ、奴らの好きにはさせねえぞ。最後まで聞きたまえ。
アルフェンが料理をしている。は？もう少し香辛料を増やすか。火加減はもっと強くてもいいな。しまったな、香辛料が燃えてしまった。肉に油が乗ってるんだな。じゃあ裏返してもう一度。ねえアルフェン、あなた何をしているの？シオン、いいところにローストチキンを作ってみたんだ。みんなで食べないか？香辛料をたくさん使ったから刺激的でうまいぞ。ちょっと焼きすぎたかもしれないけど。アルフェンの料理が辛い理由がわかったよ。誰か何事も過ぎれば毒だって言ってあげてよ。それが彼の求める味なら無粋は言えまい。料理とは奥深いものだな。今日も気持ちのいい朝だな。後ろ髪がボサボサですよ。朝に弱いんだ。この先どんな出会いが？ズーグルだろう。いや、そのもっと先の。何かしら。ああ、敵の気配はないな。
よし、行くぞ。リンウェルってさ、戦闘中によくブツブツ言ってるけど、あれって何言ってるんだ？なんで？気になる？あ、気になるっていうか、結構乱暴なこと言ったりもしてるし、日頃の鬱憤を呪文にしてるのかなって。親父のバレろーって叫んで気合い入れるとか、そんな感じか？ないよ、そんな栄称。あれはその、なんとなく相手の雰囲気に合わせて言ってるだけで。相手？あ、だからその魔法の属性の精霊力っていうか。精霊力？お前精霊力とは話できんのかよ。そういうわけじゃないんだけど、言葉に感情を乗せるとうまく働きやすいから。なあ、精霊力と会話できるんなら、明日の天気とかお宝が埋まってる場所とか聞けるんじゃね？ちょっと本気で信じてないでしょ。悪い奴がいる場所に雷を落としたりとかさ。天雷の裁き、サンダーブレイド！あっぶね！何すんだよ！うるさい奴がいるところに雷を落としました。武具が入ってたぜ。見た目はあまり好みでないが。雰囲気が変わった。油断するな。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。骨が折れそうだぜ。協力して戦うぞ。弱そうなとこを戦おうぜ。
何？ええ、よし、感謝してるわ、みんなにもあなたにも。